はい、じゃあ、宇根山の、耕す方はね、今終わりました。中耕ですね、今終わりました。で、今やっててね、ちょっと、気がついたんですが、やっぱり凍ってます。で、この時期畑を耕すってあんまりないんですけど、凍ってるんですが、今ちょっと気がついたのはね、画面真ん中、この辺が一番分かりやすいかな。もうちょっと左寄ってですね、この辺、画面の真ん中より上は、もみ殻巻いてあります。で、こちらが、今巻いてないところですね。はい、これが、もみ殻が入ってない場所で、もうちょっと近づいてみますね。この辺が、もみ殻をたっぷり巻いた場所です。で、やはり今オートカルチ入れてて気がついたんですが、もみ殻が大量に入っているところは凍ってないです。で、まあ、凍らない原因っていうのが、要は、もみ殻って非常に乾燥してますので、これが断熱材になってね、まあ、土を保温してるっていうことかなと思ってます。で、この部分は、ね、非常に簡単に、ロータリー入りましたということで、まあ、この断熱効果、凍らないようにするためにも、冬野菜なんか作る補助は、もみ殻を大量に入れとくのもいいのかななんて、今ちょっとこの年になってやっと気がつきました。で、これから畝上げをやっていきたいと思います。ちょっとカメラ設置しますね。よいしょ。はい、一応トングは用意してありますので、今からカメラを設置します。よいしょ。ちょっと画面揺れます。よいしょ。あ、入った。で、ちょっと遠いので少しズームインします。はい、こんなもんで大丈夫かな。で、今からこの中央を、手前から奥へ行ってまた戻ってきます。じゃあ行ってきます。はい、1往復終わりました。で、
やっぱりね、今これが、東西の畝なんですが、先ほども言いましたように太陽がこちらから照るんで、どうしても画面の右手ですね、右手は日陰になって凍ります。ですから この畝に対して こちらから手前に上げるときにはちょっと凍ってて上げにくいです。で、まあ、こちらからこう上げる分にはね、結構、凍っていないんでね、楽に上がりました。それと、分かるかな、これ分かるかな、どうだろう、この辺フォーカス合ってなかったらごめんなさいね。これちょっと見た感じ、かなりもみ殻がたくさんあるの分かると思うんですが、結構ね、この土は軽くてやりやすいです。ですからこのもみ殻がかなりこう断熱材になってるのかなと、思ってます。まあ来年以降もね、まあ今年も、いくつぐらいかかったかな、まあいろんな作業しながらですけど、まあ1週間ぐらいかけてね、もみ殻を畑に撒きましたけど、まあ来年以降もちょっとやっていきたいと思います。どうしようかな、あと一畝やっちゃうか、そんな感じでね、あと一畝やっちゃいます。よいしょ。で、あ、そっか、時間長くなるからやっぱり止めましょう。結構ね、竹志農場は手作業好きです。まあ機械もあるんですけど、まあなるべく手でやれる作業は、手でやりたいと思います。以上です。あ、結構ね、息が切れますね。今ちょっとやっただけで。やっぱり年です。ビデオ止めます。